やだ、怖。やばいやばい。お姉触るの。押すなよ、押すなよ。押すなよの、押すなよは、押すみたいな。押すなよ、押すなよ。怖い怖い。向かいのコンビニにナンさんを発見したから。ナンさん、今日はどこに行くんかな。一人かな。ここ集合なのかな。こちらに行かれる。あ、おはよう。見つけたから来たんだ。今日練習日？今日町内とはまた違う、うん、大分林道クラブみたいな。あ、本当？今日鈴木乗りになったら行かないといけない鷹野神社があるんですよ。そこ探検。でちょっと登山して。なんかゆかりの鈴木にゆかりの。うん、全然。狛犬が鷹なんよ。でまあ、全然行けてなかったから初めてちょっと、狛犬がとか、そう、狛犬がすごいいいとこだよ、そっち行こうよとか言って、ね、そっち行こうよ。じゃあね、ありがとう。
Thank you.
茶、お茶持ってる？え？あれ誰が持ってる？い、持って行った方がいいよ。レッツゴー。わあ、気持ちがいい。なんか描きたくない。たら怒られちゃう。大きな杉、巨木。大きいね。すごい。もうすぐ？あれ、どっち？こっち？あれ、こっちじゃない？こっちかな？あ、本当だ。本当だ。岡倉のあれだよ。岡倉の岡倉するって書いてた。あ、両サイドに両サイドに鷹が。
道ある？え？わかんない。違うのかな。でも石が並んでる。多分、わ、見て。ねえねえ、これなんかの跡だよ。え？なんだ。割ろうとしただけの石。アークが眠ってるかもしれない。やべえ、これ下るとき滑って落ちそうだね。うわこんな軽装で来てよかったやろか。待ってくれ。一人にしないで。いたら開けてるはず。お邪魔します。神様も大変と思うけど頑張ってください。
押すなよ。ここでちょっと腹ごしらえだ。おやつ。怖くなっちゃった。怖い。怖い怖い怖い。邪魔しました。本当神様、頑張って。大変だと思うけど。え、こっちから来た？え、こっちじゃない？そっち急だよ。そんなとこから来た？こっち来たよ、こっちから来た私。だってあの大きな石のこっち側歩いてきた。私遭難するタイプだわ。え、もう急すぎるんだもん、見た目が怖いよ。滑っていった方が良かったりして、これ手が出てくいいとこや。すごい、この道。なんだろう。
この木の大きさわかる？私がおったら。すごくない？さっきの声何やったんやろ。